吉野さん、まあ、夢は逃げない逃げるのはいつも自分だっていうことがありますけども、まあ、逃げるのがね必ずしも良くないことだとは思わないんですがでも逃げなないないないいいいいとけ瞬間っていうのはそんんんにたくさんないんですよね。あとね金稼ぎから逃げても結局金の問題って追いかけてくるんで逃げられないですよねだったら早めに型をつけた方がいいのかなというふうに思うんですよ で私が即課塾を始めた時にまあ自分がまずね年収1,000万になることっていうのはそんなに難しくないなと思ったんですけども年収1,000万の人を即課塾の塾生さんから10人生み出したら1億になるなと100人生み出したら10億になるなっていうふうな感じで儲けるる人をたたたくさんん増やしいいなと思ったのは今ででも続いてるんですよ。そうすることによって経済規模はどんどん広がっていってで稼ぐ人っていうのは使う人になりうるんですよね。 じゃあ年収300万の人が300万稼いで300万使うのと、年収1000万の人が1000万稼いで1000万使うのと、どっちが多くの人の役に立つかなと思ったら、基本的にはお金をたくさん使う人ですよね。だって身の回りの商売がうまくいくわけですから、地域の商店街も潰れずに済むんでしょう。安いもの安いものって追っかけるんじゃなくて、値段はかかるけれどもいいものが欲しいなと思ったら、やっぱり経済規模って広がっていくし、多くの方に貢献できると思うんですよ。うん、それこそ、 中古のボロい車をローンで買うよりもピカピカの新車をね一括でボーンと買った方が多分いろんなところに経済波及効果が生まれてくると思うし、うん、車だけじゃないんですけどもやっぱりそういうことの積み重ねなんだろうなとは思うんですよねだからねどんなことからも逃げれるもんではないかなとだって自分の人生の直線上に立ちはだかるものですから逃げればもうそれは自分の人生ではなくなるなと思うんですよだからこれからもね あの真っ向勝負で行こうかなと思いますし、逃げる時も。右に左に後ろに逃げるんじゃなくて、前前へとだけ逃げていきたいなと思うんですよ。これね。セイントセイヤーの一画面でこんなセリフがあったんですよ。今度は前へだけ逃げてみろっていうわけなんですよね。格闘技の世界において前に逃げるってね。なかなかない発想なんですけども、さすがにね。こう攻撃するために後ろに下がっていると攻撃する方がもっとやりやすくなるんですよ。 でも、打てば打つほど、相手が前へ出てくると、戦いにくいんですよね。だから、まずそういう形で、五分五分の条件を持っていくってことが、どんなときにも必要なのかなと思います。まあ、逃げればね、その隙間に向こうが詰め寄ってくるだけですから、ビジネスも勝負である以上、負けられないなと思います。新しししいいいいいい戦い50代を過ごしててきたいと思いますいってらっらゃい